廃品回収、引っ越し、一人でやれっかな、まあ、とりあえずやってみましょう。ここが新しいと。まだ正直あのレイアウトも考えてないですよね。うん、だからここから見た時に、うん、閉まっちゃう、考えないと、時間がない。はい、店舗営業を一旦お休みさせていただきますって言って新住所ちょっとね諸事情で伝えられないのが申し訳ない。じゃじゃーんと、はい、今日は廃品業者さんの回収。二大体制業者さんご苦労様です。ということで、これまで、集めて作ってきた倉庫や店舗の機材、事務所の機材でもう必要最低限のものだけを残して一回処分。4月17日に行うトルーパーズサバゲー の当日の予定のメモをちょっとスケジュールを立ててます。さて1階も空いてエレベーターも使えるようになったので今度は私の引っ越しの番。明日パソコン電話の引っ越しだから今日中に机とか大まかな位置を新店舗のやつ決めなきゃいけないんですよ。どうなってんの。さあ運びますか。なんとかなんだろう。まず大まかな大きな重機入れて、あの大体、もうイメージを作んないとな。明日中に机運んで、パソコンと電話の受け入れ体制を作んなければいけない、エアコンの位置とか縛られちゃうよね。そうだな、東京という土地柄いちいち車をしまいに行かなければいけないという楽しそうな人たちの人波を横目にひたすらやるのです。こうやって1階にある程度貯めたら車を持ってきてまた運ぶと、割とこうちま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 、まあ、怪我だけは気をつけてと。9時からライブだ。謎の義務感。こちらの5作の隣がホビーショップフロンティアさんで、ここもフロンティアさん、でこの一番街の通りの1個入ったところ、ここ今車止まってますけど、ここですね。今日こそ終わらせなければ。まだちっとも運べてないな。ほんとごめんな。もう少し頑張ってくれ。1階に運び終わったので車持ってきて積んでやろう。軍手しないんですかとか思うでしょ。高麗さんで働いてた時に軍手ちゃんとしてたのは瓶を扱ってて、あれは結構割れる可能性が定期的にあるから軍手してたんですけど、実際はこう素手っていうのが人間一番優れてるんです。いや会社作ってもう18年ぐらいの付き合いかな。ちょっと2ヶ月ぐらい前にやってしまったんですけど、本当申し訳ないなと。さてまずこれで大体大まかに棚は運び終えたので、机パソコンの位置大まかに見えてきたから、机の
二人決めましょう。ゴムハンマーどこにしまっちゃったの？棚作るわ。ビッグワン。誰も知らない。てか誰もいない。誰もいないのに一人で親父ギャグを言いながらひたすら作る。続きやろう。じゃーん。よし、棚ができました。これで机の位置を決められると。夜の9時になっちゃった。これから後半、いよいよオフィス事務机とか運ばなきゃ。まだこれら全部運ばなきゃ。さすがにね、なんか眠くなってきてしまった。でも腹減ったから飯食いに行く。泥棒の後か。もう眠くなってきてた。で帰って寝るわ。あ、ダメだ、まだ運び込まなきゃいけないんだ。なんか6年ぐらい前にここに運び込んだ、荷物を運び込んでた時のことを思い出しますね。あの車をこっち側につけられるのはやっぱりこの12時とか1時とか、あ、もうバスが通らなくなる時間なんですよね。なんつうの、こっち側に止めといてギリギリバスは向こう側も通れるはずなんですけど、なんか運転手によって意地悪でもクラクション鳴らして通れないよみたいなことやるので、あ、まあね、おのれの話でした。早く運び込むわ。よし、今日はここまで。お疲れ様じゃないんだ、まだ帰れない。どうかな。もはやちょっと考える脳みそが、脳みそのエネルギーがゼロになってしまった。やばいな。まあね、なかなか、いや参ったな、これ。どうしよう。ダメだ、明日だ。寝ないとちょっと明日業者さん来るしさ、それまでに決めなきゃいけないんだけど、ちょっとその前にちょっと来る。誰に言い訳してんの。